うわおはようございます。74日目のです。今日は最東端のサップ岬にて朝日を見たいと思います。はい、最東端なので日本一早い朝日ですね。そうです。日の出が4時半なので早めに着いて日の出を待っております。じゃあ車にちょっと戻ろうか。そっち。お、映ってるね今日も。今日もガラスに。ガラスに綺麗だ。本当だ。じゃあちょっと車の中で寒さしのぎながら日の出待ちたいと思います。はい、はい、来たね。うん、おー来た来た来た。今ね、上の10分の1ぐらいが見えてます。うん、映ってんかな。あ、映ってるね、ちゃんと。今日もタイムラプス。お、10分の2ぐらいになったね。車も撮っとこ。ということで今日は珍しく朝日チャレンジでした。初めてじゃない朝日チャレンジ。日が昇るまでがすごい綺麗で、綺麗やったね。うん、星が見えて月も見えてんのに空はちょっとずつ赤くなっていって、うん、青と赤の境目がすごい綺麗でした。ぽいこと言えた。じゃあ、ちょっとまあ車移動して、うん、朝の準備して、うん、今日は根室観光です。そうだね、はい、行ってきます。では改めまして10時半です、はい、用意して、うん、まだ野サップ岬の近くにいます。はい、この根室市北方領土資料館の中に、うん、最東端到達のスタンプと証明書がもらえるので、うん、行きましょう。はい、もう証明書はもらいました。うん、それはもう直してきたんですけどね。うん、スタンプだけ最北でも押したもんな。うん、だから押しとくわね。うん、よいしょ。Okay、シンプルよね、めっちゃシンプルだね。ノシャップ岬？ノサップ、うん、北がノシャップ。似てるね。よいしょ。そしたらちょっと周り見ていきましょう。うん、北海道の、うん、横向き先町がここ根室。うん、だからこっからはこの貝殻島と水晶島と、うん、こっちの国後島が見えます。泊山、羅臼山、茶々岳が見えました。こっち行ったら、うん、トロフトちょっと遠いな。遠いね。うん、これ貝殻島灯台 3.7km、 めちゃくちゃ近い。すぐそこです。あっちがもうロシアに占領されてるという状況らしいです。らしいです。学んだね。行こっか。次はどこだった。なんか道。道か。湿原の道に多分行こうと思います。多分ね。では、はい、着きました。北方原生花園。近いね。すごい近い。馬の糞だらけ。うん、糞だらけ。なんかすごい。もうハエがいっぱいで、もうダメだ。え、もうダメ？行っておいで。あちゃん NG 出ました。どうも、お昼寝中失礼します。大阪からやってきました。どうですか今日の調子は。今日は涼しくていい気分だって。そう、うん、言ってる。こんな景色です。ここまたトドワラみたいな整備されてていい景色ですね。すごい。じゃあ行こっか。やっぱいいな、この北海道らしさが、ね、じゃあ次に行きます。明治公園やってまいりました。ここには何があるんですか。チェケモン。チェケモンとサイロ。サイロ、おしゃれなサイロがあるみたいなんでちょっと周辺散策いたします。見つけました。これをサイロというみたいで、牛の餌がこの中に入ってるらしいです。これがなんと1本かと思いきや、いるかな。あ、いた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 。
ここに1個あって、おいしょ、いた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 隠れてたのね。こんな風に3本あります。よいしょ。三角形で置いて2人ではしゃごう。どうやって走り回る。いいよ、走り回るしかないでしょ。じゃあ先真ん中行った方の勝ちね。疲れた。さよなら。お昼ご飯です。はい。バラ。バラ。バラ。というところでエスカロップという根室の有名ランチを食べたいと思います。はい。ゴー。エスカロップ頼みました。950円。一つでいいとのことだったんで、二人で一つです。まだ食べてもあるよね。そうなんです、ね、胃袋調整。店内はすごいおしゃれで、どう？優雅。さっきまで芝生で走ってたとはか思えんぐらい届きました。エスカロップです、うん。バターライスの上にとんかつが乗ってて、デミグラスソースがかかってると。ご当地グルメです。ですね。いただきます。どうぞ。どう、とんかつ、うん、柔らかくて、このバターのご飯が、うん、いいですか、ね、ガツンってくるそう、バターライスが特徴らしいです、うん。いかがお過ごし？めちゃくちゃうまい。バターライス最高、ね、うん。バターライスだけでめちゃくちゃ美味しいのに、うん、とんかつも乗ってる、はい。ご飯はしごです。第8、こちらで花咲ガニを食べようと思います。ま、もうそこにあるで。本当だ、すごい、すごい。こんなの食べたことないね。そう、ここから選んで、うん、で量り売り、うん、1キロ6000円とのこと。ちっちゃいのにしました。ちっちゃいのにしましたビビったね。じゃあ中で食べましょう。選ばれたのはこいつです。4000円ぐらいだった。3000円ちょいか。じゃあこれをさばいてもらいます。はい、はい。これな、オレンジ。これな、内子。これが外に出てるコース。それも食べれるんですか。一番美味しい時なの。めっちゃ美味しそう。この一番美味しい時なんか死ぬように分けたね。半分こに。半分こに。食べやすくカットしてね。ありがとうございます。今年は実入りがいいんですか。そう、この時期はもう今が一番いい時だね。今が一番いい。うん、いい時にお見合いになったはい、ありがとうございます、はい。すごい。じゃあどうぞ。どうだろう、抜くんかね。食べようか、ちょっと先に、うん。まあでもこうやってそうじゃない。ほら、お箸でね。お箸で食べるの。お箸でね、つっついたら、本当だ、本当だ、めっちゃ綺麗に取れるね。この骨の上向いた方からおつけてやる。なるほど。じゃあポロンと出てくるから、これね。ありがとうございます。こうね、こっちの方からそい。めっちゃ綺麗に取れる。これを、はい、これはやばいわ。めっちゃうまい。口につけてるもんね、ずっと。ずっと口につけてるもんね、カニ。ちょっと出が悪かったでも、吸ったら、ほら、本当だ、綺麗。来てよかったでかいやつ、うん、でかいやつ言っていいよ、今、うん、結構痛い。そうそうそう、
なあ、濃厚じゃない、詰まっとる、なんか身がギュンギュンやな、うん、最高です。ちっちゃいやつやからあれやと思ったけど、なんかあの普通のカニよりタラバガニより美味しい。花咲ガニはさ、先っぽのこのここのトゲまでほら、これ頑張ってて偉い、かわいい、隅々まで入ってるね。ここここうやってこうやって入ってたよ、これかわいい。ごちそうさまですと。カニ食べてきました。花咲灯台車岩。車岩。こっちがもうキラついてるね。すごいね。すごいことなっとる。ところでさ、花咲ガニさ、うん、なんか美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかったね。今の時期が旬で、旬だね、もう旨味が凝縮されてて、タラバガニより美味しかったです。おすすめ。超おすすめです、花咲ガニ、うん。今どこ？なんか灯台はあるんですけどね、こっちも海で。どうなんだろうか。すごい。めっちゃ綺麗な。いいとこ来たね。花咲灯台と車石。ただちょっとどこかわかんないから冒険します。こっちかな。すごいね、大荒れだ。うわー、すごいことなっとるよ。この辺一帯かな、かもしれんね。もしかしたらこの岩かな、うん、これかもよね。下まで降りてみる、うん、うわこのしぶきがすごすぎて、すごいね、うん、来るビッグウェーブ、ほらビッグウェーブ、ビッグウェーブ来たね。やばいぞやばいぞ、よいしょ、よいしょ、うわ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 こっち濡れてたからここまではセーフと思ってたらもうびちょびちょだわこっち。え、ここほら初めて濡れたわこれ。帰ろう帰ろう。ごめんね、降りるのめんどくさくて。本当はこの綺麗な道あるんやけどね、今のダメなやって通ったらめっちゃ綺麗なのよ。だからさ、ちょっと迂回路から行こうか。コンクリートの海側から、はい、しばらく歩きます、はい、さっきここに車止めて、迂回してここまで来ました、うん、はい、からこちら北キツネコースと赤蝦夷松コース行ってみようかなと思います、うん、はい、いい景色だ。どうぞ。桟橋でいいやな。あ、水きれい。湿地ってもっと汚いイメージあったのに。あ、涼しい、うん、そう今日めっちゃ涼しいよね。このアンナのこの防具着てても涼しい。日差しが暑いだけで気温はすごい良く、良 い天候でございます。ございます。では分岐点に行きました。こっちが北キツネコースなんですけど、うん、もう沼みたいな、うん、長靴じゃないと入れない沼沼の道だったんで赤蝦夷松コース、これ上のやつが桟橋があるとこまで行ってみようと思います、はい、すごかったね、うん、なんかもう地盤ごと持ってかれてたり、ね、昔はこんなんだったってさ、ね、なんか綺麗な森だったって、うん、でも台風かな、うん、なんか低気圧3回かな、うん、でなんかえらいことになっちゃったってさ、言ってるよ、うん、ね、なんかハリーポッターみたいな、ね、そうそうそう、ね、それだわ。ハリーポッターよね、うん、すごい、すごい異世界ですねこれは、ね、へー、面白かった。じゃあ戻ろっか、うん、じゃあね。アイス食べきたよ、はい、
コープ浜中。なんとコープ浜中、はい、の中にある、うん、なんとね、ハーゲンダッツを作ってる牛乳、うんうん、と同じのを作ったアイスが食べれるらしいので、やってまいりました、はい、買ってきたよ、買ってきたよ。さあどうですか、いただきます。はい、乳脂肪分が 4.0% 以上の牛乳を使ってるから、これはこれは濃いぞ、きた、めっちゃ美味しい。これさすがハーゲンダッツ、うん、きたね。氷のシェリ感がないやつや、これは濃さの暴力だな。おお、これ一番や、うん、ね、北海道で求めてた味がする。もう一個欲しいね。うん、うん、うまい、うまい。あれあれ、え、あれ、美味しすぎて2個目2個目ミックスにしました。うん、一番美味しいわこれが。うーん、ミルクだけの方がやっぱいいか。うん、じゃあやっと岬に、うん、行きます。火くれちゃうよ。お前よ、はい、キリタップ岬です。どうよ、どうよ、すげー、霧がちやけど、霧がちやから霧タップなんかな、ほんとだったら正しい景色だわ。これならちょっと灯台まで歩いていこうね。先端まで参りました。波の音がすごい、すごいね。先が見える、ね、こんな先まで来ていいんだ。ほんまよ、予想以上に歩けた、ね、まだ行くんか、まだ行くんかっつって、ね、かなり歩きました。なんか途中の景色の方が綺麗だったんで、そこで今日の最後とさせてもらいましょう。頑張りましょう。はいよ、戻ってきたよ。はい、よいしょ。では今日は朝から朝日スタートでしたが、はい、夕日終わりということで、はい、ここまでとさせていただきます。はい、今日も一日ありがとうございました。はい、さよなら、さよなら。